日本の新世代女優上白石萌音さん25が初のエッセー白石萌音の気分出版し、出版社を通じて台湾のファンに挨拶したほか、オンラインでのスピーチについて常に学び適応しなければならないと認めた。もちろん痛いのは嫌だけど、逆に考えると安心するんです。ということは、痛みはまだあるということですし、麻痺もしていないので安心です。上白石萌音さんは、日本のドラマ、愛は永遠に続くに出演してから人気が急上昇し、エッセイ集で早熟な一面も見せた上、白石萌音さんはお風呂に入るときに浴室に本を持ち込むのが習慣になっている。有名になった後のネット上のコメントの顔については、常に自分を調整することを学ばなければならない。私は鋼の精神を持っていないのかもしれない。たとえ自分を商品として切り詰めようとしても、その発言は世間の評価になってしまう。また台湾のファンに向けて、この短編集は私のあらゆる仕事と日常生活の何気ない瞬間を記憶しています。日本に住んでいる人が何を考えているかを皆さんに知ってもらいたいです。面白いし共感してもらえると嬉しいです、と紹介した。上白石萌音のムードビッツは主要な実店舗およびオンライン書店で正式に発売されました。